そうですね。ロマンティックなイメージ以外は、フランス人は失礼って思われています。だから、なんで失礼って思われていますか？今日は説明して、フランス人の角度から、なんでこんな風に行動するかをみんなに説明したいと思います。それでは、早速、始めましょう。ところで、くるみ太郎です。よろしくお願いします。やっぱり、フランス人って、びっくりしにくいです。だから外から見るとその人たちは二度と他の人を応援してないじゃんっていう考えがあるかもしれません。例えば日本だと小さいことだってもうそんなにすごくなかったらみんなはすごーい、いいなっていつも応援してくれますよね。でもフランス人は多分そうも中においすごいと思うのに言い方が違います。なんかうんパマル、おいせパマル、おいビアンとか言います。すごいことしてるのにもうパマル、わわ、ビャンビャンビャン。だから多分外から見ると、悪いイメージじゃないかなって思いますね。例えばね、僕はピアノを弾くときに日本では、すごい、どうやってやるのって言われてるんですけど、フランスではピアノを弾くときに、いい感じ、いいね。でもなんでコードしか弾いてないっていうね。だからみんなはあんまり感情とか、そんなに相手をあげないかな。まあもちろん友達の中で、それは違う話かもしれませんが、大体はこれは結構フランス人のやり方。多分他の国よりそんなにあげません。Bonjour à France ですごく大事です。で、多分フランスに観光客で来る人はどれだけ大事かわからないと思います。例えば日本だと、もしスーパーにいたらね、店員に何かを聞きたかったら何言いますか？みんな、すいません、これ探したいんですけどっていうふうに言いますね。そのすみませんから始めて、あとは聞きたいことを聞きますね。でもフランスでは聞く前に絶対ボンジョーを言わないといけないです。相手を尊敬するイメージがありますので、やっぱりボンジョーを言わないと、なんで急に声かけられてるっていうふうにみんなが思います。で、店員だっても仕事だってもボンジョーを言わないと相手が怒る。で、なんか変な目にする、こうとかこうとか、ボンジョーとか、あなたはボンジョー言わないんですから、僕はボンジョー言ってるんですけど失礼だよっていう人もいますので、すごく注意してください。話す前に、何かする前に本当にボンジューを言ったら正解です。ボンジューを言わない人にとってフランス人は失礼、なんでこんな目するか。多分そのフランス人はまずは自分の気持ちが傷つけていた。だから僕は日本のスーパーに行く時に、いらっしゃいませとか言われてる時に、ちょっと何言ったらいいのか、今僕は失礼か、みんな何言うか、いつも悩んで、やっぱりフランスでは違うですからちょっとびっくりしますね。ところでこのチャンネルではフランスと日本の違いについて話したり、フランス語を教えてますので、気になったらぜひぜひ登録してください。たくさんビデオを用意しましたので登録してください。そして評価、グッドボタン押してくださいね。それは多分やられる人にとってめんどくさいと思うんですけど、フランス人はフランス語の件なんですけど、間違ってる時にいつも添削してくれます。なんでかというと、フランス語っていろいろな活動がありますね。だから家族の中でも子供が間違ってる時にもう間違わないように添削してくれる。でも大人の中でみんな添削する。だから丁寧なフランス語を話しながら気をつけないといけない。間違ってたらみんなが笑うとか変な目にするとか添削する。で、外国人だと多分それもやるんですけど、人によると思います。例えば僕も日本語を話している時にすごく頑張ってますので、どれだけ努力が必要か分かってますので、日本人がフランス語を話している時にそんなに添削してないです。もし本当に通じなかったら手伝います。でもそれ以外通じるぐらいだと、まあ添削しないんですけど、フランス人はそうですね、フランス人の中でよくやってますので、1回とか2回でも大丈夫ですけど、多分長くやるとちょっと疲れますね。で、フランス語の番組でなんかカップルだったんですけど、女の人が彼氏に怒ってた。怒りながらフランス語で間違った。で、彼氏が彼女の言うことを聞くより添削した。だからどれだけ大事かわかりますね。多分時々悪いイメージじゃないかなって思ってます。フランス人は遠征的って
言われてます。なんかよく文句を言うことです。特にパリスの人たちは Les Parisiens sont des râleurs 聞いたことがあるかもしれませんが、やっぱりフランス人は天気が悪くて、まあC'est saoulant là, il pleut. 太陽があったら、wow, il fait beaucoup trop chaud, non mais... 結構文句言ってるんだから、多分それは悪いイメージですけど、みんなはいつも自分の意見を言いたいですから、いいことがあっても、いつも悪いの部分探してます。Le gâteau est très beau, mais il est trop sucré. Ou bien, le gâteau est bien sucré, mais il aurait pu être mieux niveau décoration. Oh, toujours quelque chose à dire, toujours. いつも言いたいことがありますね。いつも自分の意見を伝えたいといけない感じがありますので、まあ慣れたらそんなに問題じゃないと思うんですけど、やっぱり違う角度から見ると、あの人たちは二度と満足してないのかなって思っちゃいますね。パリスのことはみんな知ってますね。で、マルセリュはあのフランスの南にある町ですけど、その2つの大きな町はみんないつも喧嘩してます。なんでかというと、経済的に、そしてサッカーの件でもみんないつもライバルしてます。だから外から見ると、フランス人同士喧嘩してるな、なんか性格悪いなとかって思う人がいるかもしれませんですけど、それは事実です。特にサッカーの件なんですけど、マルセイはそんなにお金を持ってないのにすごくナイスサッカーできるんですけど、パリはお金が高いですから、スターネイマルとかメッシとか買ってる。だからマルセイの人たちは、私たちは自分の努力で勝とうと思ってる、でもあなたたちはお金のおかげで勝とうと思ってる、いろいろな話がありますね。でもし例えばパリスの人がパリスのサッカーのシャツでマルセイに行ったら喧嘩になります。逆もそうですけど、もしマルセイのシャツでパリスに行ったらすごく喧嘩になります。なんかこれに気にしてます。なんで自分の街に相手のシャツと着てるかっていう考え方がありますので、そうですね、フランスの中でもみんなが喧嘩してるので、もしかしてそれは悪いイメージが伝わってるのかなっていうふうに思ってます。つまりにフランス人って自分のやり方とか自分の言い方があるんですけど、悪いイメージに見えるかもしれないんですけれども、そのサークルに入ってフランス人と一緒に住んでて多分そんなに問題じゃないと思います。ただ性格がちょっと強いですよね。最後まで見てくれてありがとうございます。評価グッドボタン押してください。それではあ、ありがとう。